こんにちは。即果塾の久保です。吉田さん、宝くじ買っちゃうんですかいやー。あの、やっぱり、当たる、当たらないというとね、やっぱ確率が問題だと思うんですよ。うーん、なんかね、企画としては面白いと思いますけども、え宝くじね、きついっしょ。なんか、隕石が地球に落ちて、人類が消滅する可能性の方が、宝くじが、 当たって億万長者になる確率よりも高いらしいですよでも確率ってのは不思議ですよねそうは言っても当たる人ってのは毎年確実に出てるんですよでも毎年確実に地球が滅んでるかと滅んでないんですよね確率って何なんでしょうねこの確率にまやかされて宝くじみたいな商売ってのは成り立つんでしょうねきっとねうわぁ買いますかでも企画としては面白いですね メンバーの方に100万円ずつ。いや別に1000万円配ってもいいんじゃないですか。10億円当たるんだったら。ね。10億円のうちの10%、1億円ぐらい放出しましょうもしくは、宝くじが当たったら、吉谷宝くじみたいなのを始めてね。当選1億円みたいなのをやってみるとかね。うん。なんかいいっすね。メンバーシップに入ったら、それが投票だよ、みたいな感じでね。うん。 なかなかいいじゃないですか。宝くじ企画。まあ普通は何やってんのって話ですけども、YouTube の企画としてはやっぱ面白いと思います。宝くじ行ってらっしゃい。